今日のエスコンフィールド観客数マジでやばい。こちらすでに貼られた画像とデータ、エスコンフィールドの観客数の減少ペースはさらに増えています。非常にまずい状態と言えるでしょう。どうすんのこれ。まだ3週間しか経ってないのに減少ペースがすごい。不人気すぎて草、野球やめちまえ。飲食店もガラガラ。札幌ドームに謝れよ。ズムスタでも新球場バブル数ヶ月単位で続いたのに、テナントは顔面ブルーウェーブやわな。ロッテとの試合ならしゃあない。1万6000人でも黒字だから問題ないんだよな。あれだけバカにしてたコンサドーレより少ないやんか。西武と同じパターンやろ。あそこも客入ってないけど実は儲かっとるらしいからな。国立みたいに席の色バラバラにしとけばよかったのに、今日マジでガラガラだった。去年比でどうなんや。平日とかざっくり条件が近いとこで開幕戦を行ったけど人が多すぎて何もできなかったからちょうどいい感じ。チェーン店はシビアやから早い段階で撤退するところ出てくるやろな。ご視聴ありがとうございました。